で、まあ、このまま河原町から今日は大阪に向かっていきましょう。ただね、今日はですね、もうね、どんどん動画も上げております。週末フリーパスね、近鉄週末フリーパス、実はこれを買ってあるんですよね。実は買ったはいいんですけどね、買った後にですね、急遽仕事になって、本当は朝から行こうと、ね、あれだったんですけど、まあそれは無理かなと、ちょっと午前中は、仕事の方があるということだったんですけど、実は、昼からも仕事が入ってしまったんで、もう大丈夫かなと思ったんですけど、まあなんとか、なりましたんで、そう。昼前だけやと思ったところで、これ前売りでないと買えないんですね、こいつ。買ったは良かったんですけどね、本当に乗れるかどうかちょっと微妙だったんで、あ、よかった、無事終わったんでね、よし、じゃあこれやったらいけるなということで、今からどこに行こうかというとですね、前にも行ったところなんですよね。まあ、この前全部ね一通り行きましたけど、ここですね、河内中に行こうというわけです。まあこれで大体何がしたいのか分かりますかね。こうしてこれやっぱ裏返ってくる仕様なんですね。じゃあこれを映しますよ。今回の旅は何がしたいのかね。もうね、河内長野の、これね、2020年の1月ですよ。ね、お前この前向いた河内長野に何で行くんやって言ったらね、まあもう大体皆さんピンとくるところも多いかもしれませんが、やはりこれですね、この行き先案内板ですよね。この案内表示が、そうですね、河内長野駅でね、今度変わりますよと。今はね、ちらりとね、この前の動画でもくれたんですけど、すごく特殊なね、反転フラップとも違うの、パタパタとも違うですね、独特なやつ使ってたんですけどね、まあまあでもなかったですね、16時25分だったんですね。もう一度行きますね。では、特急券ね、今のうちに買っておきましょうか。買いました。今回鶴橋までとりあえず行きます。山手矢切乗りがいるって手もあるんですけどね、今回は鶴橋まで行って、鶴橋から、手の字で上を阿部の橋から乗っていこうかなと思っております。あっという間に着きました。近鉄四日市駅でございますけど、まあ河原町駅から乗ったら捨てて悪いやないかというね、いい駅もありますけど、何のことはありません。これね、これ乗ってきましたよね、今と。そうするとですね、もうね、ここで、接続が行われるわけですよね。急行とね、急行と特急と両方とね、ここで接続すると。言ってたんでね、結局そんなにね、特急で遠方に行くときにアクセスとしては実は、悪くないんですよね。この後すぐに、松阪行き急行と賢島行き特急が来ますと、案内も出てますね。賢島行き特急で特急券の指定番号の席にお座りください。中川まで行きましょうかね。電車の番号は後ろの方から1号車、2号車の順に。今日は初でなしみたいですね。こういうフェンスやといいですね。どんどん新しくなってますね、特急の方は。鶴橋の駅で、まあここから、乗り換えて、外回り、阿部の春子さんもね、向かっていきます。大阪ですね。でね、今回はね、もう鶴橋からまあ別なんですけど、天王寺まで行って、天王寺から阿部の橋、阿部の橋から、河内長野行きのね、準急運転も乗って移動しようじゃないかというわけですね。いいですね、130円、安いですね。おお。許可
回はね、ここ、鶴橋から阿部の橋までを環状線で行きますと、まあ、天王寺駅で、多分一番安いのは、もう容器の表示案内がないんやな。このね、鶴橋からじゃなくて、矢切乗り換えて高島原神宮から、古市、河内なんかに乗っていった方が普通は安いと思います。なんですけど、まあ、今回はね、週末フリーパスを使ってますから、ここの、ね、金鶴線はね、どんだけね、その高い、コストのね、コスパの悪い乗り方しても、問題がなく、むしろ、その方がね、まあ、まあ、JR の料金はかかりますけど、まあ、120円でね、相当時間短縮できますから、これは私ありだと思うんですよ。はい、ということでね、珍しい校舎ホームに行きましたね。このまま快速になるらしくて、いろんな列車、特急列車の案内とかもいっぱい出ています。天王寺駅はやはり、梅田とかね、いろんなところ有名ですけど、ここも JR の南の玄関口、ターミナルといって問題はないんじゃないでしょうか。さあ、いや誰も異論はないですよね。さあ、来た。ああ、通れた通れた。いやー、ちょっと調子悪いんですよね、これ。わ、すごいな。さ、人いますね。まあ土曜日の夜6時7時か、まあ一番混む時間で、まあ時間なんでしょうけど、私の声が入ってるのかな、これ今回のね、今回これから河内長野に行くわけやけど、これ何が大変って、あの宿なんですよね。ぐらいあっちな宿がないし、寝カフェないんですよね。富田林やったら俺あるかなと思ってたんですけど、探したらなくてね、カラオケ屋さんはあるんですけどね、富田林の方に行くと、そのないわけじゃないんですよ、宿もね一応ないわけではないんですけど、ちょっとねチェックインが10時までだったりとかですね、で門限が10時までとかっていう設定があったりっていうので、そうするとねちょっとね、私この後、何せあの11時過ぎのね、河内長野駅を取らないといけません。そうするとこれってもうチェックインも間に合わないということなんでね、結構ね、積んでるんですよね。いや本当はね、ですんであの古市行きに変わる、ところとかもね取りたかったんですけど、これはねもう完全に無理です。ちょっとね野宿するにはちょっと いくらね暖冬のね大阪いうてもね、この格好で野宿したらね、死にはせんけど風は引くな、こう感じが違うよというのはね、これは有名な話ですけど、前の動画でもチラリとは言いましたよね。ここからねちょっとね本当にターミナルって感じですからね、ちょっと一回ターミナル感は紹介しておきましょうと言いながらね、何してるかというとね、私今切符を頑張って探してるんですけど、そういえば今日閉まったのが充電器忘れたんですよね。まあまあ持つとは思いますけどね。よいしょ、いやこれレジカー、これ足専用や、よし、まあ、当たり前ですけど通りますよ。近鉄名物、これがホームドアなんですよね、近鉄。まあ、これまだ奈良線とか難波線の方では入ってませんけど、サポタライナーになってるんですね、細かいところが。そう、あっちはちょっと車体幅も違うんで、こっちだったら、20メートル車体、この一つの車両の長さは、統一されているので、この、ホームドアの形ね、大阪駅でもついてましたけど、そんなね、こんなゆっくり入ってきました、ね、これなら安全なわけです。近づいとるか分かんないや。さてと時刻はこれ午後8時20時ってことでね、今ねこれ富田林にとりあえず一晩着きました。まだねあのフリップ見るんじゃないな、
もう一度後の熱でもいいんですよね。でなんでこんなところに置いたかというと、この後のことを考えてなんですけど、私ね今回宿が決まってないんですよね。さあ今度は林やってきました。さあ要はね宿を探したわけですよ。でここのやつでわかるかな、阿部の橋行きね、こんな感じで渡るわけですけど、まあ、これ、富田林はね、いろいろと混じってるんで、ちょっと分かりにくいですけど、要は、反転フラップ、フラップじゃない、方向幕がね、丸のところを取れて、楽しいですね、これ、河内長野の駅だと、この間にある普通列車とかはないんですよね。で、この、22時59分のところか。こいつのところは変わらない。あ、ただ、土日はね、また変わってね、こっちなんですよね。このね、22時59分、この後しか変わらないんですよね。そう。この時にしか変わらない。他の時はね、ずっと行き先方向がずっと下なんですよね。今度はここを取りたい。ここは取れるんですけどね、そうすると今度は阿部の橋行きの普通列車の方向が。で、ほんで、ここで行くとはね、この古市行きに変わる。ところもね、取りたいところなんですけど、そうするとこれ23時59分まで持たないといけないんですよね。平日はこれ22時59分に、古市行きがあるんで、これするとね、後ろにね、三角マークとか書いてありますね。つまり、連絡があるんです。ただしですね、こっちのもう23時59分だと、連絡がないんですよね。ですから、本当に野宿になってしまうと。で、河内長野駅には、残念ながらちょっとね、うまくとは思ってない。これ面白いですね。金剛バスって言うんですね。この辺は金剛バスなんですね。ってことでね、で、前回河内長野駅を降りていろいろと見ました。動画ではね、だいぶ割愛してますけどね、結構実は降りてね、ブラブラ歩いてたんですよ。で、ある人から分かってることもあるんです。宿はない。満喫とかもね、ないんですよね、原則。だもんでね、その隣の大きい町、といえばやはり富田林だろうと。富田林になんかないかなと。ちょっとね、部屋、宿になりそうなところがあるんだったらそこを押さえといてですね。そうすれば、富田林まででした古市行きのその最終列車。乗ってきればいいので、その最後のやつまで移せるということなんですね。そのためにもちょっと、この辺りで探してみようじゃないかというわけなんですね。そう、富田林。あ、ちなみに富田林はあれですよね。PL で有名ですよね。教団の。実際どんなものなのか、私も降りたことないですけど、こんな感じだと、あまり宿は期待できなさそうですよね。まあ、一応カラオケ屋さんはあるな。カラオケライブ聞いたことないな。チェーン店だったんで、じゃないのかな。それでちょっと私の連絡もにかかってこれなかったかもしれません。ああ、ここだったら5時ぐらいまで潰せそうなのかな。24時間営業ではないかもしれませんけど。まあ、週末はね、2時まで営業とかじゃなくて、まあ5時ぐらいまでは営業すると思いますから。まあ、ただ1名様企業が NG っていう可能性もありますからね。これはちょっと何とも分かんないです。で、とりあえず、富田林の西口でしたっけ？あそこら辺までちょっと探してみましょうか。あ、ここで入り口違いができるようになってるんですね。あ、この宮さんがある。この宮さんって24時間やっとるのかな、ここ。この宮さんは、営業時間は夜の10時までか。これではダメだ。で、ダメそうならね、こっからまたね、2つ選択肢があるんですよね。一つはね、まあ、無難な方です。大阪の阿部の橋、谷の内方面に出るわけですね。そうするとね、まあ、何しろあれだけの街ですから、いろんなネットカフェとかもあります。カラオケ屋さんとかもね、いっぱいありますから、まあ、そこで一晩取ろうと。ちょっとビジネスホテルはね、試しに取れるかなと思いましたけど、ちょっとね、もういっぱいだったんですよね、結構。で、値段も高かった、ね。よし、ちょっと。ネットカフェに座りでいこうと思いますけど、いかんせん多分競争率が激しい。泊まりたいとしても5万ということでしょう。それを勝ち取れるかどうかというと、怪しいわけです。特に夜遅くなってくるとね。で、もう一つ、穴場といったらあれなんですけど、奈良県の高台市ですね。そう。高台市にも快活クラブあるんですよね。前回調べとった時ですね、結局あの時は橿原神宮まで出ました。あの後京都とかの方にも行かないといけないっていうのでね。まあ、今回はそうじゃなくて、実はもう一回、戻るんでね。ここ面白いな。伏線の片方はもう塞がってるんですね。ここは常磐かな？時はかな？
四日市だったら常盤ですけどね、常磐かもしれません。列車がやってきますね。そう、そのあたりどうしようかなっていうのはね、すごく悩みどころなんですよ。頭の痛いところなんですけどね。それで高田市にもあるんです。でそこやはりで安いんですよね、高田市の方に行くと。だからそっちの方で取れればいいんですけど、だからここは怖いのは、ここで取れないと本当に何もないんですよ。高田市のちょっと郊外にありますもんで、そう、まあ、ある程度歩かないといけません。20分ぐらいは歩かないといけないのかなと。どうしたものかなというところ。ちょっと高田市で攻めようかなと思ってますけどね。で、ただそこだと、やっぱりどうしてもね、時間としてあの古い地域の方向幕は取れない。まあ、これはもうね、まあ別にね、うちのチャンネルで、まあ、普通ならね、普通の YouTuber ならね、心ぞばかりにですよ。ね、やるところなんでしょうけど。うちはね、あくまでもね、意識低い系ですからね、そんなね、普通の YouTuber なら取りに行くところね、取りに行きませんよ。楽したがりますからね、楽したがるというか、まあ、どっちにしろね、ちょっと難しいですからね。なんかうまいことあればいいんですけどね。ただもう、快活クラブがないのは分かってます。でも、快活クラブじゃないとね、こういう時何が辛いかというと、まあ、あれですよね。どっちか言ったらこっちからまだまっすぐ行った方がいいかな。快活クラブじゃないと途中退出ができないんで、この辺りもし快活クラブがあればもう先に押さえておくんですよ。まあ、ちょっとお値段は張ります。ちょっとね、3000円4000円ぐらいのねプランになってきてしまいますけど、そうすればね、途中退出っていうことでね、出てって、で、その方向が変わるのを取って、で、また戻ってきて、確実にね、仮眠取ることができるという方法あるんですけど、残念ながらね、それができないんですよね。さあ、どうしたものか。こんなピクニックの自販機なんてあるんですね。ね、安いの90円か、安いな。あ、もうなんか牛乳のところなんや。へえ。せっかくや、牛乳飲みましょうかね。ちょっと牛乳飲み、口の中怪我してる時って牛乳飲みたくなりませんか。せっかくから森永牛乳いただきましょう。しまった、マミーもあったんか。いや、牛乳です。次来た時は満民にしましょうかね。富田林販売店さん、森永牛乳ね。こうやってホモ牛乳ってないかな。森永牛乳フルとかで、あるこれなんですよ。森永はね、ホモ牛乳ってのを、ね、売りにしてて、このホモ牛乳のマスコットキャラクターが牛乳プリンとね、ホモちゃんだったんですよ。だからホモってなんですね。あれね、名古屋にもあるんですけどね。そう。いや。大麦焼きというもんが取れました。あれね、意外と、あんなところにあったんや。よかったよかった。牛乳買った。あれですね。あ、ローソンはありますね。でも、ローソンですね。仮眠でね、むさぶるというのもね。これ、富田林西口駅。これ暗いけど分かりますかね。なんかすごい、なんかえらい高い塔が。あ、これもしかして、ね、夜ちょっと暗くて分かりにくいですけど、これがあれなのかな、 PL 教団のあれかな、建物なんですかね。あ、そこは高さが高いから、ちゃんと四日市のコンビナートのあれと同じで航空識別できるね、高さの表示塔があるんですね。この辺り意外と金剛っていう使うんですね。あれ、金剛山ってこっちの方でしたっけ。あれ、私はあれ、和歌山の方だと思ってましたけど、かなりちょっと私の記憶違いなんですかね。いざとなったらあれか、ここでぶっ、寒さに震えてぶっ倒れて運んでもらいましょうか。ダメですね。それはダメですけど。さてね、ちょっとね、川西駅っていうんですね、ここ。駅名表がすごく取りにくいな。
駅入るところもね、実はね、いろいろとバタフタしとってね、私間違えて1個か通してしまったもんで、フリーパスがね、パッと出てこない、あーっと思ってね、ピッて乗ったんですけどね、あげくの果てに電車には間に合わずという、残念な、ことになっておるわけなんですが、まあ、とりあえずでもこの時間だったら、ね、大丈夫なんです。こっち側はどの上州でも人のところなんですね。近鉄は下にありますからね、停止位置が。あれ JR って上にありますよね、そういえば。さあ、ということで河内長野駅に来ましたよ。で、そのね、これですね。この前はもうチラリとそのままずっと上に上がってきましたが、これがその普段の噂の行き先正直。確かにあれ見かけない形になりますよね。かなりもうボロボロになるのも分かります。気象なんかもだいぶあれになってますけど、これが実は本当に珍しいやつで、ね、あ、ここにこんなん組んであるわ、ね、そうやって、そう、もうすぐに来ないということは、1月30日ってね、来た気象式じゃなくなったら、こんな特集が組まれるぐらい。こんな特殊組んだんですね。すごいな。うん、1976年生まれですね。誕生してからみたいな顔じゃなくて、その歴史。こんなにしっかりしてるんですね。思ったよりしっかり特殊組んでますね。この前来た時なかったですよね。12月30日でしたけどね。そう。あの後発表がありましたからね。そう。あの時に知っとればね、もっとね、ちゃんとね、もうあの日のうちに取材しといたんですけどね、ずーっとこの表示なんでね、これから変わることがない。ということで、あんまり深くてもないんで、この、比較的、あんまり行き先表示機としては、私たちが、まあ、あんまり良くなかったんでしょうね。ですので、他のところでは引退しているところが多いんですけど、ここでは、もうずーっとこの阿部の場所行きをね、表示して、こんな感じですよ、朝から。でも急行ってあるんだ。あ、平日は急行かとか、まあ、でも平日はもう取れませんからね、私どうしても仕事から、今はね、昔の仕事だったら取れましたけどね。うん、こんな感じで。ちなみに古い時期を取りたいんやったらやっぱり平日来た方がいいんですけどね、まあ、これ22時48分にも、34分の電車が出てた後に変わりますから、こっちは24時48分、そのまま阿部の橋に乗ってたんで、23時まで待たないだけどね、24時まで乗らないといけないと、何の使命感か分かりませんけどねとりあえずあのフリーパス買ったのに、せっかくフリーパス買ったのに一応これ通さなあかんっていうんで、ボケかましましたけど、残高があったんでよかったです。まあ、もうこれ決めると閉まってますよね。あんまブラブラせんと、もうマグロパークでいいかげんマグロ買えばよかったなこんだけマグロしとんのにね、前回マグロの商品を一切買ってなかったせんでしたからね。なんかとんかつにうな穴子買ってましたからね。でまあこの辺りも閉まっとるし、もうね、閉まっとる店がほとんど、これはなかなかうかつでしたね。発売開始1月23日だったんですね。生きてきちゃいましたけど、それじゃ売ってないですね。まあまあ実物から見るのが大事ですからね。ちなみになんかここで記念切符の販売をここでやったりするんですかね。それは発売開始前ですからね、人もいるわけもないわけですけど、わかりません。ここはなんか確か昼間に来たらやっとったっけな。22時48分まで何かしないといけないんですよね。茶番始めときましょうか。あの三日市町に行かないといけないんですよね、この後。別に何の趣味かないですよ。行って帰ってくるぐらいの時間あるでしょ、今から1時間とはあるんですから。せっかくだから今のうちに行っときましょうか。で、いこか使えますよね。ちょうどマップがありますけどね、ここね、意外と駅から近くに旅館あるのはあるんですよ。もうあの本当に温泉宿ですんで、この時間とかのチェックインとかできますし、もうね、旅客いっぱいでした。あと、
ここね、これは何や、川内長野荘。あ、これだ、マイクロバスがここから出るっていうあれらしいですけど、ここはね、ちょっともう週末ちょっとお一人様もどうも、ね、取れなかった、それ用の部屋がもうなかったみたいで混んでるみたいなんですけど、しまったな。160円だというか、どっち方面、高野山方面に乗りゃいいんやな。よしよしよし、そのためも強くないよ、それはそれでも強いけど、へえ、南海電車ってほんま久しぶりやな。おお、来た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 。これ安いのはありがたいですけど。でも意外だったのが土曜日の夜でね、もう引退するってあれだったんですけど、行き先表示幕取りに来る人もうちょっとおるかなと思ったら意外といないですね。わかりました。こんなでやはり動く時間を狙って、来る人が多いかもしれませんけど、どうなんでしょうか。普通ならね、電車が来たわけですから乗るわけですけど、まあなんせよいしょ、あったけ、まあ、何せね、私は方向幕が曲がるところまで、ね、見届けないといけません。とりあえず動くとこ取るだけでもちょっとご乗車をいただきたいところで、いうことで、誰かいるでしょ、さすがに YouTube でね、鉄道系の YouTuber さんで、ちゃんと全部ね、方向幕で行き先を取る人、まあ今も時点でも上がってますしね、川内長野行きのここからでも見れますよ、もう見納めですからね。さて、電車が来ましたね。これが22時48分発の阿部の橋行きの準急。平日ならね、これが、やっぱ届かと言いますね、平日ならこれがね、古市行きの普通列車になって、土曜日なんで、この列車がちょっと後に戻るということで、なんでこの列車からやはり、この時間、狙いますよね、皆さん。20分まで来た時にはあんまり注目されてないのかなって心配でしたけど、もうバッテリーも交換してね、こっちです。あと3分ぐらいか。あ、もう変わるな。48分やもんな。いや、もう出るはずなんですよね。はい、ということでね、まあ、無事撮影もできましたと。あとはまあ見返ってみたいとか、いろいろと他の企画をやるわけですけど、まあ、でもやっとですね、5人ぐらいですね、いましたね。撮影されている方が私の他に2名ほどいまして、やはりこの方向幕がね、変わるところ、ここがね、やっぱ狙い目やったということでね、わーっと構え出したんで、あ、よかったよかった、他にも撮ったわということでね、普通の方はだいぶ個性的ですね。ということでね、普通の阿部の橋行きになっていくわけですけど、まあ、考えてみたら、これはこれで、まあ、なかなか取りにくいのは取りにくいんですよね。やっぱりね、皆さんで話しとったのはね、急行の方向幕取りたかったなーってのはね、言ってましたけど、これやっぱり地元の方でもね、やはり平日仕事とかで学校ですから、取りにくいということでね、逆に考えてみたら、これ、川内中野駅で、ここに、阿部の橋行きの普通列車がこうやって入ってるのも
まあ、珍しいと珍しい光景ですよね。まあ、まあ列車に乗ってきますけど、まあということで、ね、まあ、とりあえずね、もう話も、少し盛り上がって、やっぱり地元の方が多かったですけどね、遠方からね、ちょっとまだ来る方はいませんでしたけど、まあ良かったじゃないかな。まあまだあと10日ぐらい、ね、残ってますからね、また来られる方、これだけちょっと急ぎでね、ここの部分だけね、アップロードしますんで、何か、参考に、していただければ幸いですということで、よし、ではとりあえず宿に向かいます。私はこのまま高田に行って高田の満喫で何とかしようかなっていう。お疲れ様です。はい、ということでね、まあ、無事撮影もできましたと。あとはまあよく見返ってみたいとかいろいろと他の企画をやれるわけですけど、まあでもやっぱですね、5人ぐらいですねいましたね。撮影されている方が私の他に2名ほどいまして、やはり方向の方向幕からね変わるところ、ここがねやっぱ狙い目やったということでね、バーッと構え出したんで、あ、よかったよかった、他にも撮ったわということでね、普通の方はだいぶ越せてますね。ということでね、普通の阿部の橋行きになっていくわけですけど、まあ、考えてみたらこれはこれで、まあ、なかなか撮りにくいのは撮りにくいんですよね。やっぱりね、皆さんで話しとったのはね、急行の方向なんか撮りたかったなーとかね言ってましたけど、これやっぱり地元の方でもね、やはり平日仕事とかで学校ですから撮りにくいということでね、逆に考えてみたらこれ河内長野駅で、なんて言ったらここに阿部の橋行きの普通列車がこうやって入ってるのも、まあ、珍しいと珍しい模型ですよね。まあまあ列車に乗ってきますけど、まあということで、まあ、とりあえずね、もう話も、少し盛り上がって、やっぱり地元の方が多かったですけど、遠方からねちょっとまだ来る方はいませんでしたけど、うん、まあ良かったじゃないかな。まあまだあと10日ぐらい、ね、残ってますからね、また来られる方、これだけちょっと急ぎでね、ここの部分だけね、アップロードしますんで、何か、参考に、していただければ幸いですということで、よし、ではとりあえず宿に向かいます。ちょっと一応ただね、実はね三角マークに変わったんでね、ちょっと心配にはなってきましたけど、とりあえず普通の阿部の橋届けていきましょうか。さあ、古い着きましたよ。もうね、すいません、東急使いますよ、甘えますよ。もうこの時間どうしても電車もないですからね。これなんか面白い電車が入場してきましたね。何もばっかかって、回送でも何でもない、何の台車じゃないんでしょう。2号編成、これは五瀬線のやつを引っ張ってきとんのかな。入庫ってなってるんで、そっか、五瀬線の列車がこの時間には入庫するのにこっちに持ってきてるんでしょうね。で、多分五瀬線はほら方向幕変えないから改装とかもないんでしょうね。そう考えると珍しいな。一応取っておきましょう。あんま塩まくって名古屋線界隈では見ないですね。ありえるとしたらどこだ？あそこか、柏原か、道明寺線ね、うん、あそか、大阪こっちやから、まあ、言っとる人に特急来るはずなので特急使います。こういうのにね、特急とかのマニアブルジャーシーとか言うんだけど、最低限なのにそんなのしていいのかってね、いや、しないとこれね、ちょっとね、もうね、16分だけですからね、休めるのなんですよ。もうこの時間、本数が少ないですからね。これですね、柏原神宮前行きね、尺度高出し、これね、高出し止まるんで、クイズなんてこと思います。いろんなミュージアムズ、ミュージアムぐるっとパスコンなんですね。無料入場券26枚、割引券97枚、添付で1100円、安いですね。
んなんやってたのよ。いや寒いなこれ。この辺りのエリアってね結構夜冷えるんですよね。いやお前の格好がおかしいんやろって言われたらそれまでなんですけど。よし。見えもあんの。あ、パラメタルミュージアムとかな。これ面白いですね。こんなんやってるんですね。ただ、やっぱりこっちの方では売ってないのかな。やばいな。一応、名店やと名張駅が書いてありますけど。でも、豊田市、一宮市の博物館とかも入ってますからね。別にこっち売ったってええ気もするんやけど。さあ、1号車か。1号車やで。この辺り、この辺りでいいんでしょう。よし。橿原神宮前行き特急が参ります。途中の停車駅は佐久堂高梨でございます。電車の番号は1号車、何やるんや、古墳 DG ルルルは終了してますね。ご注意をお買い求めの上ご乗車ください。危険ですから黄色い線までお下がりください。貸し切りでしょ。こんなにあったんですね。今日もうまいもんでってことです。やばい、それなりに手震えてきて、うおー来たレアなやつ来ましたね。さあ、レアなっていうか、この前の大人と一緒やないか。4畳編成ですからね。あれ、この前の2畳編成でしたっけ。ねえ、大人と一緒の帽子ですね。さあ、無事着きましたけど、もう時間は11時41分。もうね、それ、特急使ってでもね、少しでも早く来たいと。あとはもう、快活クラブの秋があることだけを祈って行きますけど、ここからまだ20分かかないと来ますね。12時か。なかなかしんどいですね。さあ、で、まあ、でも、高田市駅のリンドム自体も初めてだからな。ちょっとコンビニでお酒ぐらい買ってきたけど。よし、高田市ってどういうの。もう列車も全然ないけど、あ、一応0時2分発ってのがあるんだ。種別も何も出てきないけど、こっちは古市行きなんですね。古市行き、これって珍しいのかな。一応取っときます。まさか1月23日からってね、知らずにね、遺産で来てしまいましたけど、あ、デイリー山崎がある。これはありがたい。デイリー山崎買ってきましょう。ちょっと三重県ないですかね、伊勢エリアも先に。よっしゃ、全然あるかな。こんなもんやもあるけど、まだやっとんのかな。まあ、いろいろとありますね。ちょっと買ってこう、買ってこう。さあ、ということでデイリー山崎いっぱい買いましたよね。お酒もね、
ってましたし、やっぱねパンがねいろいろ売ってるのありがたいですよね。せっかくなんでまだ残っとったのか買ってきました。これねこのね、高田市駅がね、山本高田ではある方じゃなくて、これ一応なんかねそこまで離れてないみたいですけど、そこは離れてる、じゃなくて今回はね、ここから南、まだねこの辺りはね明日届かなと思ってますんで、とにかく宿です。ほんら水曜でどうでしょうって何を学んできたんだとね言われそうですね。飯より宿だろうと言われそうなんですけど、まさにその通りなんですけど、とはいえね、またこれも聞こうと思ったらちょっとね、この南部屋さんも気になったけどな、ちょっとすみません、今回はパンいろいろ気になるパンがあったんで、買っちゃったんでまあこれはもうまだね、明日に食うでしょうから、こっち来てるんですから。とにかく、この道をずっと行ったらいいのかな、なんかそんなような感じで書いてあったんで、よし、方角としては、南の方ってなってますね。なんか新庄駅との間ぐらいで、なんか新庄駅からもうワンチャン行けそうなぐらいで書いてありましたからね。もしかしたら明日は新庄駅の方に歩いていくかもしれません。いや、しかし寒い、さすがにね、この時間になってくるとお店もやっと道でも遅くないですもんね。あ、駅前でうまいこと書いてよかったな、これ。よし、韓日亭ハンイルチョン、そうですね、ハンがハン、ね、韓国の韓で、イルが日本のイルで、テイをそのまま、あ、ハンイルジョンか、そのまま読まなかったハンイルジョンですね。鳥市場、なんか回転寿司屋さんみたいな作りですけどね、なんかあれかな、活発しかなんか見抜きなんかな、なんかえらい豪勢な、豪勢というかどでかい焼き鳥屋さんですね。話題それぐらいですね。ほらやってますね。今日はね、なんかね大変ですよ。センター試験の今日1日目ですからね、きっと大変なんでしょう、こういうところは、中京大学来とるつもりないいないな、そうですね、うわー、わー、確かに中を映すわけにいきません、今日今日は教員の人、ここね、総動員でしょうね、あれ、これ、渡れんのから渡るんや、初めての街がいろいろと構造が分かりませんね。渡ってこっちからこう行くんや、やっぱ三叉路なんですね。三叉路のフェンスの Y 字路みたいな形になったのか。パナカあるんですね、ここ。パナカって結構なやかいんで全国にあるんですね。400円安いじゃないですか、400円やったらね。どういう構造なんやろこれ、どうやって出入りするのか よく分かりませんけど、出入り口をもう一つにまとめてるんですね。よしよし、吉鳥か、まあ土曜日の夜ならまだ飲んでる方もいらっしゃいますね。私も早く宿を確保して一杯やりたいところですね。防音個室が入っとればね、思います。防音個室でなければマッサージルームも何でも結構空いてるかようになってましたんで、大丈夫なんかなとは勝手に思ってるんですけど、こんなところ自転車屋さん、虫ゴム、あ、虫ゴムか、パンク修理とかいろいろやってくれるんでしょうね。販売はやってなくて修理専門っていうのも面白いですね。確かにメンテナンスでお客さんで、ね、取れると、
ね、車でもね、やっぱ販売よりメンテでね、あの方がね、儲かるって言うからしたらいけないのかもしれませんけど、まあ実際そうなんですよね。まあ20分って書いてありましたから、まだだいぶ先だと思いますよ。うん、ちょっとね、足元が来る、あの街灯がないんやね、ここで、ちょっと足元がね、もうこんだけ暗いんでね、これね、あのフィルターしたまんまなのかね、カバーしたまんまで撮影するのかなと思うの、そうではないんですよね。本当にね、ここ街灯がないんですね。これはちょっと気をつけないといけません。意外と段差があるんですよ。これ多分もうカメラには置いていないと思いますけどね。まあ走っていく、まあ、これもまたこれ前止まったね、柏原と同じですね、郊外型のロード店ですよね。よし、赤羽さんもそういう作りですよね。ああ、それで毎度大きに速度が春日町食堂もうちょっとずっと歩いてかなくなるのかな。これが奈良県土木事務所、あ、こんなとこにビリヤードの店あるんですね。まあまあ歩いて、まあちょっと今ね、あのコンビニ寄ったりもしましたけど、まあ4020分ぐらいかな。まあまあまあちょっと歩きました。雨の日やったらしんどいかもしれません。でも吉野家もあるし、見えてきましたね、快活クラブ。あ、すみません、快活クラブの真横にカラオケバンバンがあるんですね。おめえ、いいのか、カラオケバンバンに行かんと快活クラブに いいのかなんて、いないですよね、大丈夫ですよね。人目的っていうのがありますからね。ああ、びっくりした、パトカーが止まったで、職質でも受けるんかと思ったら、私ってまだ職質は受けたことないですね。友達が職質受け取る現場に出くわしたことはありますけどね。大爆笑してありましたけどね。お前何やってんの、チャリンコで買い出しに来た。もう二十歳超えてるやつだったんですけどね、学生と間違えられて、吉野家もあった。あ、この辺り、ほれ、食べ物困らんですね。吉野家も24時間営業でしょうし、マクドナルドもありますからね。あ、これやつ、言うて全然お店には困らなさそうですね。カラオケバンバンこんなデザインでしたっけ。ここ新しいのかな、最近もこういうデザインなんでしょうかね。あ、ローソンも真横にローソンもあったんですね。じゃあ別にこんな開口してもなかったかもしれませんけど、まあでもデイリー山崎とね、ちょっとセブンイレブンのねお酒も好きになったね。まあちょっとトイレも借りがてだで、お酒をというとこだったんですけど、あ、よくしゃべってた。ここはさすがに持ち込み OK にしてるでしょうね。このローソンの窓内で持ち込み禁止にしとったらあれかもしれません。まあどちらにしろ快活クラブが持ち込み OK で、ね、快活クラブが持ち込み OK でガンガンやってますから、多分ここも持ち込み OK にはしてると思いますけど。そうですね、カラオケ屋さんどうしても翌朝5時までなんだよね。そうするとやはりね、この泊まり込みという意味では、厳しいところが、まあ、使えない手はありますないわけです。
24時間営業のところもありますしね、で特にカラオケバーも安いですから、ドリンクバー無料です、こっちも。さあ多分休日でも1600円とか出せばいけるんじゃないかな、どうなんでしょう、ちゃんと料金後で調べてみましょうか。でここはね、かけてキックボーン越しがあるということでね、肺活クラブさあ、空いてることを祈ります。はい、おはようございますということで、ね、出てきたんですけど、もうあまりおはようございますって時間でもないんですよね、日が明けまして本日はですね、11月の19日、なんと時刻はもう10時半なんですね。ちょっとねやっぱりねダウンしましたね、なんやかんや言うてですね、ここのところ連日ずっとねちょっと残業続きのね、休日出勤ね、やってましたからね、いやー思った以上に疲れてたんですね。ついでにねお酒を入れたからね、結構なんやかんやでね、そう忙しかったから最近ずっと酒をね飲んでなかったもんでね、久しぶりにストロング缶4本開けたらね、まあまあ二日酔いになってしまいましてですね、頭も痛いしというか、ちょっとね、体調良くないところでしたからね、ということでね、まあとりあえずね、まあ見てこうじゃないかということですね。で私ここ大和高田とねずっと言ってましたけど、どうやらここから先が大和高田なんですね。あそこに大和、ここから大和高田市って案内が出てるんで、ここは正式には大和高田市ではないのかもしれません。ね、ここに出てますもんね。ああ、いや向こう行って撮られた。はい、でね歩いてきたところにねこんな看板があるっていうですね、大和高田市ってことは、ここから先が大和高田市なんですよね。そうするとこの吉野家はどっちなんでしょうね。向こう側はなんだ、桂木市なのかな。そうすると、ただ市の境目だったら本当は反対側にね、こっちは何市って書いてないといけないんですか。書いてないんですよね。ただまあ大和高田の隣だったらおそらく桂木市でいいのかなと。あんまりやはりこの辺りと詳しくないんであれですけど、まあ、せっかくだったらね、滝ロープウェイね、今回は、なんともいいかなと思ったんですけど、今はないでね、本当は8時ぐらいに出る予定でね、思ってたんですけど、完全に、乗ってダウンしてました、これ。あれは何なんでしょうね。ワンちゃん。ワンちゃんの方ですかね。なんかワンちゃんあるんでしょうか。あ、そういえば山下からのお前ですけどね、先に桂木の方行くか。実はねこのね、開発クラブね、あ、そう、まあ言い忘れてましたけど、今回結局ねあれです、鍵付き防護室でやはりね直前で埋まってしまったみたいで、今回は取れませんでした残念、ということでですね、今回は、普通の部屋だったんで、ね、ちょっと中でね、取ったのもありますけど、まあ、多分出せないな、音も多分ね一応こそこそとね、喋ってみたのはあるんですけど、こそこそってね、多分聞こえてないでしょうし、私の体のドアップしか映ってませんから、まあ、使わないから、まあ
ただこれもうそろそろ店開いてくる時間ですよね。でそう、ただこの辺り本当食べるところは何でもありますね。吉野家もあるし丸亀製麺があってですね、ここもなんか新しいな。でそう、ね、この駅ね、その山津高田からね最寄り出て お送りしましたけど、なんかね位置的にはね近鉄の五瀬線、五瀬線のね新庄駅とちょうど間ぐらいらしいんですよ。なんでとりあえずねちょっと本当は朝一やったら山田高田から行こうと思ってたんですけど、ちょっと時間をしてやってるんで、とりあえず今回はねこのままね、そのあんまり距離も変わらないという、新庄駅の方、向かってみようかなと思います。どうもねこれ165号線、これに沿って行けばねいいみたいなんですけどね、うん、車だったら楽なんだけどちょっと歩きは大変かもしれないな、それだけでかい道だと、ここに青木あったんですね。ちなみに快活クラブは青木がの子会社がね、運営しているというのは知ってる人は知ってる話ですよね。コートダジュー自体がもともとそうだったんですけど、ということなんでこのカラオケバンバンは青木と青木の張り屋で狭間で、でもこれなんとなくなんかシラックスの犬っぽいけどな、シラックスっぽい作りなんですけどね、まあ基本的にカラオケバンバンはね犬抜きですからね、あと招き猫もね、はいね、そっちの方の結局安くできるんですよね、その一から作るね、スケルトンっていうんですけど、一からで、建物も作って自分たちで作ってっていうのをスケルトンっていうやり方っていうんですけどね、はいね、どっちのやり方がいいのか、いや、スケルトンの方がいいだろうとね、賛否両論あったわけですけどね、まあ、結果としてはね、これだけね、不況が続いている時代では、おそらくね、これね、バブルの時代みたいな感じとかだったら、また関わってたと思いますよ。ですけどね、これだけ不況の時代ですと、やはり、そうしてですね、少しでもコストダウンした方が良かったのかな。結果がね、シラックスは結果的に、九州合併ね、カラオケ館に九州合併されましたね。対して、ね、もう今や、招き猫とね、カラオケバンバンが業界でね、あとカラオケが、争うというような構図にね、事実上もなってきてますからね。それが事実として物語ってるんじゃないかなと。私は思うわけでございます。あ、松の家もあるんですね、とんかつの松の家さんね。あ、餃子の王将もある、大きい餃子の王将ですね。本当に飲食店は多いですね。大体こういった郊外のところではね、あるあるといえばあるあるなんですけど、ちょっと離れたところで、いわゆる、東京とかの都心部で暮らしている方がその、思い描く駅があって、そこからずっと歩いて市街地があってっていうよりは、駅前はねそんなに栄えてないんやけど、やはりこういったバイパスとかが通ったところの、幹線道路のロード近郊ねに、いっぱい店がある。でやはりねこういったところの方が土地の価格が安いですから、価格競争力もね強いということで、駐車場とかもすごく広く取れますからね。うん、そうので、有事に立ちやすいというのがあります。まあチェーン店はねどっちでも一緒の値段ですけどね。これ前に見えるのが葛城山ですよね。そういえば葛城山のね割引券も持ってますから、せっかくだから今回使いましょうかね。ちょっと山の上でリフレッシュしましょうか。疲れた時はね有酸素運動ね、高山運動みたいなねよく言うじゃないですか。そこ行くまでがまた疲れそうですか。チューリップが刺してありますね。まあ増加かなこれは。これは工事中だからやってるんでしょうかね。赤黄色青と
赤青黄色のチューリップってね、なんか歌にありましたよね、そんな歌、うん、あれ赤白黄色か、青はなかったな、うん、ここは近鉄が運行してるんですね、近鉄不動産が。どこでもやってません。まあこの辺りは近鉄の沿線、そして奈良県はね、三重県と同じく近鉄帝国、本当にね JR とね、あの他の地域と違って、逆転してますからね、なかなか雨の日だとしてぼっちだとね撮影がね大変ですからね、晴れてくれないから、まあせっかくこんないい天気ならね桂木山ロープウェイっていうのを乗ってもね楽しいかもしれません。あまりぼっちで行くところじゃないかもしれませんけど、ちなみに、私ね動画で開けてるのは全部ぼっち旅ですよね。ああと一応、うちのね裏代表がおったりとか、 あれは運営できなかったか、あのねうちのメンバーの、キッシーさんのね、お部屋のね片付け状況実況っていうのはね、試みましたけどちょっとあまりにも映せないものばっかしだったんで、ね、オンエアを私はさすがに、NG にしましたけど、まあ、あの旅に出てるのが私がねいつも旅に出てる時は一人やないか、お前ぼっちかって言ってやりますけど、まあ、ぼっちですよ、ぼっちはぼっちなんですけどね、うん、どっちかというとこう、まあ、一人旅になりすぎてしまったっていうのもあるんでしょうね。あのもう比較的、突発的にポンポンって向いちゃうんでね、まあ今日なんかもそうですよ、本当は昨日の夜までは私山とりあえずね、高田市駅の方に出て、そこから JR の高田駅と山と高田駅ね近鉄の回って、そこからまた橿原線なりに乗ってですねくると折り返して、って思ってたんですか。もう前今近鉄走ったな、あそんなに近いんだ、あれこれだったら下手すりゃこっちの方が近いかもしれませんね、高田市駅より、うん、道も一本ですね、こっちは街灯もありますね、あコンビニもあるし全然こっちでいいんじゃないですか。なんか味吉さんありますね、味吉さんってあのこっちの味吉さんと違って、中華料理屋ではなくてこれは鶴橋伝統の味、あ焼肉冷麺ってなってるので韓国料理系かもしれませんね。まあ鶴橋ですか、そうでしょう、鶴橋といえばね、まあうちの動画では鶴橋って言ったら駅の構内のうどんそばを食べるっていうのが、うどんそばやラーメン食べるっていうのがね安いなって言って食うのが定番になってますけど、やはりあの出たらもうあのザ・コリアンタウンですからね、あそこの下も面白いんですけどね、で田舎でなんやかんや言って私あそこに降りて何行こうかなと思って気が付いたら松屋で焼肉定食食ってたりすることが多いんですけど、踏切注意、もうこの辺りに駅があるはずなんですけどね、すごい変電所ですね、うわこれ近鉄用かな、大きな変電所があります、こっくり気まぐれどんどんなんなんでしょうね、これ車の移動が楽だろうな、こんだけねこの辺りのちょっと脇道とかもねちゃんとね広いですしね、実は奈良県って道路の整備状況がいいというねイメージ、奈良と滋賀はねもうね三重県っていうのはね弱い、ただねこれねこんな話はねしたことあるんですよそしたらね結構ね土木関係とかね詳しい方、に教えてもらったのが、それは当たり前なんやと、ね、同じ県の予算があったところで、三重県っていうのは海岸線が、ね、大量やの、しかもリアス式海岸、海岸線すっごい長いんですよね三重県って実は、うん、都道府県の46都道府県47都道府県の中でも結構1人を争うぐらいなんですよ。でどっから行ったらいいんやろなこれ、そうこれそのね同じあの
予算の中で海岸線を守らなかった。それに対して奈良と滋賀は、まあ、滋賀はあれ琵琶湖の湖岸がありますけど、ただ琵琶湖の湖岸ってそんな津波とか来ないじゃないですか、うん、ね、あの沖と言ってもこれが湖なんですよ。あれ行き止まりやな。さっきのは、さっきのおじいさんはそこのあれですね、本当にあの畑の方だったんですね。あ、これスロープで渡って上に登らなかんのか。あ、駅どっちなんでしょうね。駅は向こう側かな。あ、一回上に登った時に見たら分かりますよね。そうだから、あの海岸線に、ね、防波堤とか作らないといけない、そういった予算分を、内陸のところとか、ついでに言うと川の堤防もあの予算安く作れるんですよね。あのいかんせん津波が起こってそれで、ね、洪水とかでバーッと流れてくるとかっていう時でも、あの、ですので河口側の方がね、比較的水量も多く、危険なことが起こりやすいのに対して、比較的上流側の方が、そういったリスク少ないですから。でもスロープもこれ全部段差がないんで、ああこれは便利だ。多分向こうからね、渡って、渡ればすぐ行けたんでしょうけど、まあこれはこれで悪くないんじゃないでしょうか。あ、絶対あっちの方が早いですけどね。こういう道はですね、ここは西室北側らしいです。そして渡ると、単線の線路がポンとあります、ね、三重県民的にはね、まずこれ凶器なんでね、幅がおや JR かなって思うかもしれませんけど、こちらではこれが近鉄なんですね。これは近鉄五瀬線の線路ですね。あ、面白いな。ずーっとまっすぐ一直線ですね。すごい線形だな。あ、もう見渡す限り全部ずっと先にね、一直線。これだけ線形がいいのでですね、運行するのもね、楽でしょうね。本当になんか A 列車で行こうで最初のうちにザーッと引いといたみたいな感じですよね。反対側もずっと直線ですもんね、確かにね、前回乗った時にね、交差点ってあんまりやらなかったなっていうイメージはありますね、これは近鉄と五瀬線の線路ですね。あ、面白いな。ずーっとまっすぐ一直線ですね。すごい線形だな。あ、もう見渡す限り全部ずーっと先にね、一直線。これだけ線形がいいのでですね、運行するのもね、楽でしょうね。本当になんか A 列車で行こうで最初のうちにザーッと引いといたみたいな感じですよね。反対側もずっと直線ですもんね、確かにね、前回乗った時にね、交差線ってあんまり揺れやんかったなっていうイメージはありますね、あと多分単純に多分レールがね、ガタンゴトにならないね、レールを使ってるはずなんですよ、近鉄ってこういうところでも。ですので、シャーッと走ってきますからね、特に直線のところでは。はあ、駅はどこかな。こういうところでね、普通の頭のいい人なら、ね、Google マップを見ればいいわけですよ。ね、現在地からこっちの方角ですよってね、出ますからね。まあまあ、ね、ですけど、せっかくなんでぐるぐる見てこうじゃありませんか。狭いけど、この道沿い行けばいいのかな。なんか
警察の人に駅ってどこなんですかって、ね、聞くのにね、止めるのもなんか悪い気もしますし、あ、でも警察ってそういう役割あるか、ね、町の交番に行ってね、あの 道に迷ったら町の交番に行ってね、教えてもらうなんていうね、最近は聞かなくなりましたけど、でもそういえばそういうのがありますから、うん、すっかり片田舎のところに来ております。でもここに福通さんの、福山通のさんのね、ストラックヤードあるんですけど、まああのバイブスがありますからね、おっと平和な朝の一つ、朝という時間でもないですからね、もう、あ、でも宝石の方が近いかな、うん、うん、あとこっちは本数が少ないですからね、多分高田市駅でしたら特急もね、停車しますし、あれでも全特急じゃないのかな、どうかな、尺度の前に全部止まるな、高田市は止まりますね、うん、あ、にゃんこ消えましたね、お、あ、この狭いところ、狭いところちょろちょろ行ってますね。まあさすがにあんこです。こっちから現れるかな。というわけでもなさそうですね。お、電車の来る踏切の音が聞こえます。これまずいな。間に合わねえだろう。あ。やばい、これ五世行きの方ですね、後ろから聞こえますね、あ、いい勢いで五世行きが行きましたけど、あんだけの勢いで行くってことはまだ駅まで遠いんでしょうね、あれ、いや、やっぱし Google マップ使いましょう、Google マップ片手で操作するときよりね、あれが欲しいんですけどね、あ、新庄駅まだだいぶ南だわ、ああ全然南ですね、あ、これは大変だってなってるけど、あ、新庄駅で入れ替えするのかな、そんな構造でしたっけ、ああ、これまだちょっとありますね、せっかくだからこの踏切取ってみます、ちっちゃいな、この踏切面白いですね、その位置尺度第12号っていうみたいですけど、かなり古めかしいね、非常ボタンとかこの辺りもありますけど、どうせもう電車行っちゃいますからね、しばらくあれです、これは1913ベイって書いてますけど、多分1913メーター、で、これがこれで1キロってことか、米の線で1000メーターってことですよね。米っていう字をね、メーターの代わりにね、書くっていうのは昔あったとは聞いてますけど、面白いね、それ。こういう、初めて見たな。まあ、近鉄の駅は探せばあるかもしれません。この駅は、この石杖とかで、こういうのがね、全部ね、むき出しになってて、こういうのも面白いですけど、ね。あ、あっちの奥にあるな、もうちょっと歩かないといけないみたいですね、うん、ああ歩いてたらだいぶ先も抜けてきましたね、よし、一歩きってすると違いますね、まあね、今回ね、運転企画じゃないですから、ね、スタケのことってもね、法的には問題はありませんからね、
から動画の質は保証できませんって言っただけの話ですからね。ここはでも広いですね。なんでしょう、伏線にでもできそうなぐらい広いけど、何かの設備あったんでしょうか、ここからすると昔から敷地で撮ってましたって感じですもんね。あそこみたい、三日市みたいですね、あの近鉄の方の、で後から作ったって感じのこの白いコンクリートのやつ、これは多分 ATS の装備なんですかね。そのままするとあそこに伸びてってますもんね。とにかくちっちゃい踏切が多いですね、ここの辺りは。ね、両者も進入禁止になってる。この辺りは新城町。なんでしょう、上から桂木市って書き直したんでしょうけど、それが消えてるんですね。おそらく、桂木市は旧新町町という、ね、いくつかのまた合併して多分桂木市っていうのができたんですけど、それからも、桂木市は時間が経っているので、その文字がね、すすけてまたその昔の、名前をこうしてね、看板などから復活をする。それもまた、歴史を感じるところではないでしょうか。どうでしょう、どちらでしょうね、のどかです、そう、あの週末フリーパスでね、今回来てますんで、桂木山ロープウェイ 50% 割引に乗れるんですよね、じゃあせっかくなんでということなんですけど、まあ綺麗。でもあんな山の上にも建物あるんですね。あんな台とかに行けるのかな、ロープウェイ使って。めっちゃ狭いですね、低いですね、下は 1.6m。 あの下で列車取ったら迫力ありそうですね。こっちして駅舎向こうな、あ、駅舎向こうっぽいな。渡りましょう。 1.6m はすげえよ。私が 1m77 ですか、これ。例えば私ピンって人と頭を打つんじゃないですか。私ピンとしてみましょうか。当たりますね。ああ、これは低い。これあの近鉄宇都宮線の宇都宮線のところに行くな。もうこれ本当だ。なんとか頭打たないけど、まあ、これここ列車してくる、すげえな。手伸ばしたほら見えちゃうじゃん。うわちょっと危ないからこんなことしちゃいけませんけどね、列車来るときに。うわすごいな、こんな低いのあります。そう、近鉄の、日永4丁目、宇都宮線、おお、いや、本当頭打つんですって、これ、普通にしてたら、すげえな、これは低いな、あ、書いてありますね、桂木市書き物です、よかった、なんか、桂木市のマスコットなんですかね。桂木さんとか言うんですかね、桂木さん、桂木さん欲しいんですけどね、観光で的にはこの桂木来ないですよね。天木さんもね、二人来たんですけどね。そうですよね、まさかあのトラックはあそこくぐれないですもんね、だからあそこに用事があったと思うんですよね。さあ、なんて話をしていたら、これでここが新城駅なのかな。ここは渡っといた方がいいもん、これ。お郵便屋さんが配ってますね。日曜日ですから、そこ入るか。
そういえば電動バイクがなんかいっぱい普及するらしいです。今後普及させるということらしいですけど、ね、どれぐらいパワーあるんでしょうね。持続距離と、どうなるのか、気になるところではあるんですけど、結構まあ大変ですからね、あれ、あの重たいね、紙なんでね、言うてね、まあ、センサーが重たいので、まああのもちろんあの30キロ以内とかね、そういう規定があるんですけどね、あちら郵便局にはね、必ずね出てくところにね、あの体重計が置いてあるんですよ。でその体重計であのね、あの測って、30キロ以内よしみたいなね、125cc やったら60キロでしたっけね、っていうのがあるんですよね、その重さ以内になってで、それ化石さえしてないかっていうで一応確認するっていうねルールがあったりするわけなんですよね、コミュニティバス、まあまあ走ってるみたいですね。これで近鉄新庄駅、ね、やっぱ新庄と新庄間違えちゃったもん、やっといた方がいいかな。じゃあ3回ちょっとあれこっちになってますけどね、もうね茶番やる気もわからないんでね、じゃあここから新動画で新庄はい、こんにちは、山里と申します。もうね、一つ一つの動画のためにあれ言っていただきました。今回はですね、どこ今ね、新庄に来てるわけですよ。いや、新庄と新庄をね、間違えちゃった人がいるかもしれません。近鉄には、ね、新庄、ね、四日市に新庄駅ってところがあります。新しいっていう字は一緒ですね。で、この庄じゃなくて、正しいっていう字のね、新庄って駅があるんですよね。もしかしたら世の中には四日市の新庄駅とね、新庄駅間違えてきてしまう人がいるかもしれません。そのためにもね、間違えてきても大丈夫なようにここは言われたら新庄駅からね、新庄駅の行き方をねやろうじゃないかと、もう完全にあれとバトルですよ。三日市のやつとね全部一緒です。収録線の、もう一緒にグラグラやってるんで、全然ベストなルートでもないです。なぜならこの後まず逆方向行きますからね、小瀬線の方行きますし、小瀬の方にね、とりあえず電車ゆとりに来そうなんで準備しましょう。文字駅ですね。言うても本数あるんですよね、ここなんか用があって、安倍の松吉野行き、で連絡するんですね。こういう連絡取り取るのはありがたいんですよね。近鉄は今日も大丈夫だってなったら明日も使いますからね。で、ちょっと合成方面行ってあげますよね。まあ一般的な2面2線の対向式ホームですよね。ここはあ、行くかは使えないし、あ、もう来るのかな。確かここで交換するみたいでしたよね、電車を。じゃあ待ってましょう、もうすぐ来るでしょう。さっき見送った電車でしてね踏切で、
お、来た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 。これで五線に向かいましょう。二葉線っていうのができたら、ちょっと。多分これあれですよね、やはり昨日夜に乗った列車と一緒かな。前面前後のかぶりのところで、ご覧になったことがいいですね。一番高校生ですね。いいですね。たくさんね、小学生があるんであれですけど、子供がね、楽しそうに運転席の後ろからね、こう覗いてる姿をね、見ると、いい光景ですね。まあ、列車も近鉄ね、旧型、古い列車やるかって言いますけどね、チーズとかちゃんとしてますしね、正直私、古い列車の方がね、ふかふかなんでね、安心列車って結構、高いの多いじゃないですか。だったら私、旧型でもいいと思うんですけどね、どうなんでしょうかね、皆さんには、LC カーはお得ですよ、LC カーって少ないですからね。近鉄をご利用いただき、ありがとうございました。さあ、席に着きました。そんな久しぶりでもないですね。2週間ぶりにまた5000やってきてしまいました。ということで、桂木山頂、これは片山ロープウェイ3キロ先になるということなんでね、今回週末フリーパスを持ってます。そうすると、そのね、もう説明しました通りですけど、割引がね、半額になるらしいですからね。前回使いませんでしたからね、結構その他の駅のね、行く兼ね合いでちょっと難しかったんで、もしかすると、ここはパタパタソラリーなんですね。今回は迷いませんよ。もうね、前回も来てますからね。ただ、この2週間で来るところなんかって言ったら、疑問です。今日は観光案内所も開いとる。ああ、よかったよかった。これまでそうですよ。結構もう日暮れてから来ましたからね。どこかで乗り継ぎのお客様、桂木山ロープウェイに乗るには、その前にちゃんと俺乗っとるかな。前回説明したからいいですよね、ここね。2週間ほど前なんで何も変わってないと思いますよ。まあ、過去の動画でもね、たびたび触れてます。近鉄の週末フリーパスとかと、こういうのがもらえるんですね。桂木山ロープウェイ割引券。せっかくもね、これ、4日中発行してますけど、せっかくね、まあ、当たんやったらやはり使わないとね、もったいないじゃないですか。って言って、前回はこの5世まで来て使ってなかったわけですけど、ね、どっから乗りゃいいんやろ。一応バスでそっちの方面に行けるらしいですけど、3キロだったら歩いてもいいかな。新宮って言ったら、これは多分あの新宮じゃないですよね。いくら奈良交通ですからね、奈良交通って買ってて、新宮行きってなってても、
さすがに、え、これは行かないですよね、あそこまで。あの新宮じゃないですよね。え、いやいやいや、待て、十津川温泉、五条バスセンター、十津川温泉経由。え、ってことはもし反対側が、うん、山津やりやから、本当にあの和歌山の新宮行くんや。あ、ああ、あれか。あの日本一長い 路線バスのここ中間駅だったんですね。ああ。ああ、そっか、これか。あ、本当だ。これなんかずーっとありますもんね。そうだ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 。問題は桂木山のね、山頂の方行くにはどうしたらいいかったんですよ。五条バス五世紀があって、あった桂木ロープウェイ前88番80系統ってのがあるんですね。あ、これだ、桂木ロープウェイ前、はい、交通、すいません、すみません、改装中ですって、わざわざそんなあの謝らんでも別にいいですよっていう気分ですけど、土日は、桂木ロープウェイまで40分、この時間だったら11時40分とかに来るのかな。今の時間何分？26分、16分待ったら来るみたいですけど、一番乗り場ここで待っとったら来るみたいですね。これは53系統やから違いますね。53系統は山本、このバスか。え、この53系統ってことは、あ、じゃなくて普通にこれはこっから大和八木の方だけ行くだけなんですね。ああ、五条バスセンターとか行ってますね。これね、後に来るみたいですね。どのかなですね。まあサクッと行きたいならタクシーでもいいのかもしれませんね。ただどうなんでしょう。ご当地入場、ご当地入場券発売。桂木登山の記念にいかがですか。最近入場券力入れるところ多いですよね。あ、ちゃんとここに出てますね、バス乗り場案内。十津川温泉ね、風の森五条バスセンターね。だからね、クジラ、これでクジラって思うんですね。桂木ロープ前方面ね、軍海橋、橿原神宮前駅方面ね、各駅の間をこうつなぐってね、わかりますけどね。新宮駅は動画過ぎてますよね。一応大清水とか大和宝とかね、あっちの方まで行くやつもあるみたいですけど、で、高速バス大和川新宿方面、新宿、いやー、ね、地方のローカル駅にしてはですね、ちょっとどの行き過ぎた行き先方向じゃないですか、これ。その新宮駅が、ね、新宿アタックするの分かりますよね、高速バスでね。いや、当たり前のようにしれっと新宮、十津川温泉とか入ってるっていうのがね。妙な存在感出しますよね。ちなみに、あ、タクシーで行くと、あ、外観表ありますね。多少誤差が出ますけどっていうことで、桂木山6円に行こうと思ったら1490円。まあ、ですからね、私みたいにぼっち旅やったらやはり、まあバス使った方がいいかなと思いますけど、どうでしょう、バスだと300円ぐらいで行けるのかな。値段を調べてねえですよ。あ、そうや、今のうちにチャージしとこう。
私今チャージしましたけど、考えてみたらそもそもここのバスって交通系 IC カード使えるんでしょうかね。あ、一応行こうか、書いてあるな、書いてある、大丈夫だ。よし、あちなみに1490円でこっちにどっかに料金書いてないかな。料金はちょっと書いてないんで分かりませんけど、あ、分かった、書くんだよ。バスが出てきます。コミュニティバスもあるんですね。5000は5000ちょっとマスコットキャラクターらしいマスコットですよね。何これ、葛城の道コース、あ、秋津島の道コースなんだ。何すか、秋津島の道コースって何すか。周辺観光の秋津島あるんですか。おめえ秋津島好きだったら、おめえそれぐらい知っときよって話なんですけど、いや、なんもないし。へー、面白いな。ぐるーっと回って散策コースになってるんですね。葛城山とは逆方向なのか。南にずっと行ったらいいんだというのは、南北ですから、あっちにずっと行ったところなんや。へえ、終戦観光名所があるみたいですよ。あとこれやな。そうですね、あえて西コースやから、ここで待ってたい。ここに来るらしいですよ。で、さすがし私あのね、あ、このバスでこう乗って説明してましたけどね、今思いっきりこの季節運行っていうのを忘れてずーっとバス待ってた人間ですからね、2時間近くも来ないバスを、まあ、せっかくなんで、はい、ということでね、さあ究極の選択でした。これは苦しい選択でした。葛城さんか、秋津島を選ぶとね、言われたらですね、私は誰を選ぶかって言ったら、やはりですね、ここはですね、小暮優ちゃんが選んじゃうわけですよね。じゃあ、先やく、この秋津島ルートっていうのに行ってみましょうじゃないですか。まあ、葛城寺です、なってますね。あ、で、今の時代ね、何か便利ってね、あのマップね、覚えなくても、こいつでね、今写真撮りましたから、はい、ということでね、さあ究極の選択でした。これは苦しい選択でした。葛城さんか、秋津島を選ぶとね、言われたらですね、私は誰を選ぶかって言ったら、やはりですね、ここはですね、小暮優ちゃんが選んじゃうわけですよね。はい、じゃあ、先やく、この秋津島ルートっていうのに行ってみましょうじゃないですか。まあ、葛城寺です、なってますしね。あ、で、今の時代ね、何か便利ってね、あのマップね、覚えなくても、こいつでね、今写真撮りましたから、これ見ていけばね、なんとかなるでしょう。今のやつだとこうやって拡大してね、見れますからね。ちょっと画面見にくくなってますけど、こっからずっと南に下ってて、駅の方面、どっちかというとこっち側なんですね。じゃあ、もうあそこを渡って、ちょっと街道いい雰囲気ですから、あっちの方行ってみましょうか。ここで国道24号線なんですね。葛城市、十分葛城色もありますね、当たり前ですけど。ああ、この前行った道がそうだったんだ。私はやはり知らず知らずのうちに秋津
対馬の方面に向かってしまったんですね。まあ、これはもう本能ですね、本能ですね、仕方ない。新地商店街ね、この時間に来ると明るいですね。夕方に来るとどうしてもね、日の入りが悪くなっちゃうんで、結構暗いなというイメージでしたけど、そして相変わらずここの通りは相変わらずすごい通りになってますけど、ただね、展開おむすび方とか今日は決めてはずみたいですね。あれやったらちょうど風邪ながら行こうかなと思います。すごいなぁ。いろいろありますね。お茶屋さんもやってるんだ。この辺りは別に取らんでもいいかしら。だってつい最近見ましたよね。もういやでも見てない人も少ないですから、多いですからね。何しろ確かこれ5世紀の、この辺りの動画って再生数確か6しかいってませんからね。全世界で6再生しかいってませんからね。6再生ってことは、うち1再生はうちが動画 の確認用にちゃんと投稿できてるかね、問題ないか確認するのに一度私が再生していますから、そうすると5人しか見てないんですよ。もう狭い、しまった、向こう側行った方がいいな。墓石屋さんになってる。あ、そうですね。さすがに物本の墓石じゃないですよね。あ、いや、まあ物本の墓石ですけど、こっちがね、墓石屋さんでギャラリーを増設したって感じかな。これは大和成形塾か。懇親会とかに使う懇っていうやつですね。多分成形10個かな、これで。奥の新助さん。そうですね。この寮の字が入ってる方に悪い人はいませんからね。私の本名はないとは言いますけど、私はね、一応ね、山田と亮太って名前でやってますからね。最近それを言うのをすんも忘れてますけど、もうだってね、南海キャンディーズの山ちゃんのね、ほら、ブームもだいぶ終わってきた。ね、もう完全にあやかるためだけにやってましたからね。あやかったところでね、そしてね、何の、ご利益もなかったんで。最近もうすっかり忘れてる、普通に山城って言ってね、動画やってますけど、たまに読み方がね、山田さんでいいのか、どこで聞いたらいいのかっていうね、ツイッターとかの方でね、戸惑われる方もね、いるんですけど、その時はそうや、その名前にしようかなと。あれも酔っ払った勢いで作りますからね。こっちの方のか。
あ、こんにちは。あ、一本入った方のがなんか趣がありますね。こんなとこに趣があるよ。お洋服屋さん、もう売ってますけどね。いや、道が途切れてる。こっちの方が良さそうかな。梅店、梅店。そうですね、もう言うとうちに梅の季節でございます。あ、なんか橋がある。ここは上に行く。これは日刊屋さんか。表札も大体する。いろんなありますね。時代がありますか。時計ラジオ店。ラジオ屋さんっていう表現自体がもうね、本当に、ノスタルジック、なんかノスタルジックになりますね。お。桂木川側から出てきましたね。ここは教会で、これはあっちですね。カトリック教会ですね。桂木川、あら綺麗じゃないですか。よし、ちょっと川を渡りますか。まあ、新日曜日、そうですね、礼拝ありますかね、こういうところは。大体教会とかね、お寺さんってこういう日曜学校とかね、教会学校って、ここも、まあ、礼拝はね、日曜日毎週やりますけど、日曜日から教会学校といって、ね、やりますと。で、本来学校というのはね、実は教育というのはこういう教会の方でやっておったっていうのを、ね、歴史はずっと長いですからね。でも今の近代制度ができてからですもんね。本郷葛城山下一周駅伝大会、本郷葛城山、すごいですね。大橋通り商店、ここも商店街なんだ。あ、だいぶ道細いな。よいしょ。あのコットもなかなかなかさ増しの仕方ですね。これはちっちゃいポストが多いね。これは多分バイクで回収するようでしょうね。ここ取り集め用の軽用品入れるのは大変そうですもんね。いや、実のところ分かりませんけどね、この辺りの取り集めをやっとったわけじゃないですし、ね、ポストの開館をやったことはありますけどね、私も、ね、やってましたけど、あんまりそれをメインでやるね、ところではなかったんで、ね、結構ついでにっていう感じでね、やっとったんで、まあでも、U パックの配達員でね、なかなかついでにポスト開けるよっていう人は少ないのは少ないんですけどね。ああ、でも局によっては違うかな。
うちのエリアでも必ず、U パック配る人が開けるっていうところもあったにもありましたからね、なんやかんや言って商店街がずっとありますよね。すごいな。船谷の家なんかもなんか作りが結構な昔ながらの感じがありますよね。結納用品、この辺りは産経新聞配達があるんですね。いや待って、この家もすごいな。えらい趣がありますよね。これ明治時代の建築物ですよ。明治以前の建築物ですよって言われても、そうでしょうねって言っちゃいます。細かいところとかにもこれがあるんだ。こういう缶の中入ってますね。そうですよね。私はああいったね、しっかりとしたね、贈り物とかそういったね、のねやってましたとは聞いてますし、まあ、実際、うちの動画でもね、明治時代の建築物は、何回か行ってますよね。あそこにいっぱいありましたよね。空で行った時にね、江田島行ったら、あそこはね、広島の空、ね、原爆や、呉の空襲なんかもね、免れてと、空襲ね、あってなかったんで、明治時代の建物が意外とそのまま結構あちこちに残っとって、明治大正のやつがね、っていうのがあったんで、そこを見てきましたけど、あとあの時あそこも明治時代の建物でしたよね。秋亀山四日市でね、広島の四日市、ね、間違えちゃったシリーズで、四日市市役所ね、じゃなくて広島の四日市役場ってところに行ったら、あそこも明治時代の建物でって言ってね、やってましたね。金とか出しときますよ。あれね、知れず四日市役場ってあげたんでね、四日市の人ね、気づかなかった感じですね。気づかれないボケっていうのはね、一番良くないんです。日曜日だけ後ろもだいぶ入ってましたね。あれは郵便部とか入ってるんじゃなくて、まあ、ニューバッグ持ってるんでしょうね。もうこの時間だったら午前指定は終わってるかな。終わってなかったらね、結構ね、テンパる時間ですよ。先発っていうかアウトな時間でしたね。もう12時回ってんだ。おいおいおい、当初の予定ではこの間10時で帰ってくはずだったんですけどね。なんかやこういったところふらりと歩くのね、楽しいんですよね。大体ね、今まではこれをカメラ持たずにね、ふらふら歩いとった時なんでね。それをカメラ持つようになっただけですからね。懐かしい U パックの文字があるじゃないですか。昔これでしたよね、U パック。これの頃はね、確か大型の U パックなかったんで、60サイズ、80サイズくらいまでしかなかったんでね。配達も楽だったらしいですけどね、重さも5キロまでだったかな、とかっていうね、例外を除いてみたいなやつだったらしいんで、それが今やですよ、30キロの米がドバドバ届く時代ですよ。もう本当、秋口はね、腰言わせますからね、新米とね、新米もね、ドバドバきますけど、
あれがきつかったな。政府備蓄米が入れ替えるのに、小米を下ろすんですよね。そういうのって、意外とあれがね、U パック多かったんですよね。そうするともう30キロの袋がね、2つ、3つ、4つと、どんどんどんと来るわけですよ。あれはね、あれきつかった。でね、まあこれはね、サービスとしてね、提供してるんですが、当たり前ですし、そういう文句言うのもおかしい話なんですけど、結局、1階の家の人よりも、やはり上の階に住んでる人の方が、特に階段で上の階ね、みたいなところね、3階、4階、2階、3階、4階とかのね、方の方が、やはりそういった重たい荷物を通販で、頼む、傾向あるんですよね。まあ、これはね、想像は簡単にすると思います。一回のね、同じ、例えば送料1500円、今やったらあり得るか、お米やったらありません、1200円とか1500円だったとしよう。ね、わかりやすく1000円にしましょうか。送料1000円だったとしましょう。ね、送料1000円で、一回の人だったらね、はい、で普通にね、米買って30キロ、なかなか30キロの米ってなきゃ、うわんじゃん。ね、一回でした。まあちょっと段差があるぐらいです。あとワンちゃんがいるぐらいです。ワンちゃんはなくてもね。で、こうやって入っておくわけですよね。それの代わりに1000円を払うのか。ところが、これが同じ1000円でね、ね、駐車場から下ろして、階段でエクサーコースターね、2階3階まで運んで30キロのね、お米をですよ。よくしようと思ってくるね、これに1000円を払うのかって考えたら、やはりね、この階段1階2階分されるその距離なんですね。やはりその分、1000円払ってでもちょっと持ってきてもらおうというね、ことになりやすいんですよね、うん、エレベーターがあるところはまたちょっと話が変わってくるんですけど、本当エレベーターのないところは顕著ですよ、よいしょ。本当、レオパレスなんかでね、ああいうようなアパートとかやると、本当に1階の人の通販の荷物って使われて、本当に2階に多くなる、傾向あります。なんて言って歩いとったら結構な距離歩いてますよ。どっかでちょっと秋津島っぽいもの見たいな、見たいんですけどね。ルートめちゃくちゃ分からん。それっぽい なんかね、名前のやつがね、名称がね、見つかればいいんですけど、なんかこのまま私おしみの方まで歩いていっちゃいそうですよ、このままやと。面白いですね。名言ですね。朝のコーヒーは活動の日、昼のコーヒーは夜のコーヒーをなくさない。面白いですね。名言ですね。朝のコーヒーは活動の泉、昼のコーヒーは知恵の泉、夜のコーヒーをなくさない。名言いただきました。まあ、やかに言って、なんか方向、北側の方に向かって歩いちゃってますよね、今。こんなところに家畜保健衛生所なんてあるんですね。四日市は確か新庄の方にあるんですっけ。県の庁舎のすぐ近くにありますよね。あれ、家畜保健衛生所ではなかったかな。なんか畜産関係のやつありますよね。また石がありますね。ここは、
えらいどんドラちゃんかな、ほわキングね、あのネズミ、そしてあの犬、そしてあの猫、奥はあのウサギ、その奥はトラちゃん、そしてあのネズミの伴侶ガールフレンド、あらかなり全方位に来ましたね、これこれこれはだいぶ攻めてます。さすがに私有地みたいですから、中に入るのやめときますけど、それを手前で仏様が見守っているというですね、なんだこの図は何なんだこの図は。ちょっとあの猫さんね、ちょっとあのタヌキのような猫さんね、ちょっと 目の位置がなかなかエキセントリックなことになってますけどいや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 、仏様が見守ってるから大丈夫なんでしょう。やっぱ歩くとありますね、細かいところ突っ込むところありますね。ここは子供音楽、神橋、音楽院、神社もありますね。面白い石碑がありますね。これ何用の石碑なのかわかりませんけど、後期2600年記念って書いてありますね。後期2600年ということは、千、うかつなこと言いやぞ。うかつな、2600年、1930年でしたっけ。いわゆるゼロ戦ができた時ですもんね。あらすごい近代的な再生箱と書きますね。なかなか合理的な再生箱ではありますけどね。これコンビニにある郵便ポストの、結構豊かもあります。さあ今回の旅の上で、ね、無事も帰還しました。はい、でもこれ言うて結構な、歴史がありそうですけどね。賽銭箱はかなり近代的なローソンに置いてあるポストのあれと全く一緒のあれ塗り直してやってますね。鍵の形状が完全にあの郵便ポストに使う、形状の鍵用のやつになってるんで、逆に言うとどこからそういうのを仕入れてきたんでしょうね。謎は深まるばかりですか、解決することもできないでしょう、ただ郵便用の鍵っていうのは絶対他には流通しないんで、中の鍵穴の、ね、形はね、違うものになってるはずなんですが、ちなみに私もね実際に実物を使ったことないんですが、郵便ポストにもやはりマスターキーというのがあるらしくてですね、毎日それがなくなると本当にとんでもない大事になるらしいですね。こっちは郵便ポスト。本当この辺り、この、14号ポストでしたっけ、多いですね。ここはご接種見ない。重曹、重曹っていうと大阪のイメージですけど、ここら辺は南重曹っていうみたいですね。これ裏は学校かな、なんかこのままだと押見駅の方まで歩いて行っちゃいそうですね、あ、そういえば年末に来た時にこれの話をチラリとしてたんですけど、あれオンエアカットしたっけ。女と男のツラ、これ一
人と人との集いっていう読み方だったんですね。昨日やったみたいだったんですけど、どうやらないですか。まあ、なんかシャープのでっかい工場が見えてきましたね。いい加減これ電車の方面に向かってかんといかんな。もはや街道沿いでも何でもないですからね。ただの農道ですからね、これ。ふらりふらりと歩いてきましたけど、これは久しぶりに本当にやらかしてますね。さあ、どうしよう。もう完全に秋津島のルートから外れてしまってそうですよね、この感じ。あっちか、半縄どうかな。あっちからずっと行ったら瀬元の方に行くのかな。見事な田園地帯に来てしまってますよ。向こう側に行きたいんですけど、違うね、さすがにね、このあぜ道を行くのはね、良くないでしょうからね。少しずつシャープの工場が近づいてきてますけど、葛城工場とかってありましたっけ、シャープに。私こんなところ歩いてていいんでしょうかね。あれですね、今度から万歩計持ってきましょう、つけましょうか。言うて私ない嫌かいやって結構歩いてると思うんですよね、これ。しかし面白いですよね、奈良で住んで当たり前って当たり前なんですけど、四方見渡す限りにずっと山があるんですよね。まあ盆地なんで当たり前なんですけど、やはり四日市とか三重の感覚ですとね、ない光景ですからね、こういうのは。しかしこれちょっと一回地図チェックした方が良さそうですよね。いくらなんでもちょっとだいぶ離れてしまってる気がしますよ。本当にこれ押し見ってた方が早いかもしれません。押し見どころか、下手すればこれ高田原駅の方に近づいてる感じもありますからね。ちょっとね、こういう時に GPS ありがたいですね。現在地はどのあたりなのかなって聞いてみると、なんかわけのわからん。あ、でもなんか GPS 迷ってますね。いや、こんなとこに来ると思ってなかったよって感じで、聞こえるのはただツバメ、スズメか、スズメの鳴き声ばかりですね。でもすぐそこカツラギ川ってなってますけどね。やはり、あ、もう本当に押し目駅近くだ。近くもないけどな。やはりこっち側に行って押し目駅に行った方が良さそうですね。するとカツラギ川の支流がどうもあるみたいです。思いきち道の真ん中歩いてるので本当に良くないんでしょうけど、まあ車も来る気はないですし、いいですからね。一応橋歩いておきます。多分こんだけの距離歩いとったらね、ただ結局歩いて葛城山のロープウェイに向かってもよかったかもしれませんけどね。
まあ、考えてみたら今ね、ちょうどチャージしたらね、5000円切っちゃったんでね、言うて月末ですからね、給料日前なんで、そうそうそう、考えてみたらそうですよ、4200円の切符買っちゃったんで、ね、週末フリーパスを。まあまあ、この月末大変ですね。向こうがメインの通りみたいですけど、まあちょっとこっちの方もなんか古い古民家とかある感じですね。ちらりと見てみましょう。ああ、農産、大根とかかな、乗って満載ですね。セパまたどこに入ってしまいましたけど。あれ、これドン付きか。来ちゃいましたけど、これちょっと車だったら大変だったな、ね、歩きでないとこれはちょっと入れないようなところですね。あ、これ U パックの配達だったら大変ですね。あ、公民館が出てきた。これは何でしょう。今城公民館、今城でいいのかな。この辺りでもギっていう呼び方しますもんね。今ギとか。さすがにね、町名とか集落名はね、わかんないですね。御世市、今城とか書いてありますけどね。今城なのかな。お、で、だいぶシャープの工事が近づきましたね。から釣りは禁止だし、消防水ってなってますね。なんでも魚もいなさそうですけど。じゃあ、見た感じだとこの道をずっと行ったら、押見駅着くみたいですね。これが角崎川ね。よし、渡っていいのかな。あんま歩行者が、歩道がないけど、ごめんなさい、ここ歩行者禁止ですよとかって突っ込みがあったら、素直に謝ります。ちょっと急いで渡るね。向こうに行ったら横断歩道あるね。向こうまで行ったら大丈夫です。よいしょ。あ、ちょっと白顔。よいしょ。あ、ちょっと白顔。
ここはシャープがあって、シャープの用がこっちにあるんですね。用なのかな。まあ、そんな感じですよね。あ、書いてありますね。シャープ株式会社本郷町、紅茶が飲みたくなりますね。こんだけ近い人いいですね、工場から。8時出勤でも7時半に起きたらなんとかなりそうな、ね、ダメですよ、ちゃんと準備しないと来ませんけどね。さあ、なんかスマートになりました、広告。その前にここで地面なんて思うんですか。久しぶりに全く読み方わかんないですよ、これ。柏原の菓子みたいな字ですけどね、なんだこれ。菓子かやっていう感じもしますけどね。あの下かやつとかって、ね、あの樹木寺の方にある地名ですけど、ぽいっちゃぽいですけどね。ああ、なんだろう、ま、ちょっとこれは全く読み方わかんねえな。あ、ちなみにいつの間にか合成市から勝崎市に渡ってたみたいですね。ここは勝崎市の、だからなんて読むんでしょうね。そうですね、あんな農道でしたんでね、市の境目のね、あの何々市みたいなね、境界線のね、あの標識もないですからね、当たり前だって話なんですけど、意外と読みにくい地名多いですね。まあ、おしみも相当変わってますよね。しおぶっていう字に海って書いて、おしみ。そもそもこれね、まあ、全く海もないもんないところでね、なんなんでしょうね。海っていう字を使う名前があるのも珍しいですけど。海に面してるところは多いですけどね。あの、広島の解体地とか、今パッと思いつくな。あそこです。あとはあの、天郡か。天市は今引きながらで書くようになりましたけど、あまりに読みにくいんでね、海に米って書いてね、海府って書いて天って読むっていうね、地名なんかもある、ね、あります。ありましたの方がいいのかな、なんて言ってたら、やっとこれで JR かな。先に JR 渡りますもんね。結構離れたとこまで来てましたね。まあまあ汗かきましたよ。あ、そうだ、あれ JR だ。JR 西日本のね、踏切のか、あの、あれがついてなってますんで。なんかこれ取り立て100円、何なんかインパクトありますよこれ。何これ、発作。来る途中にも撮ってましたね。あれは発作じゃなくて、ね、ポンカンかなって、ちょっと種類は違うような感じでしたけど、でもあれ100円って安いですよね。冷静に考えると、私は、ね、ちょっと量すごかったですよね。あの、ちょっとさすがに一人暮らしでね、あの量あっても食べきれないんで、私はあまりね、柑橘を食べないんでね、それは JR の駅の前まで来ましたね。駅でもないのか。それは JR の線路の方まで来ましたから。やっぱ読めねえな、これ。どっかにないかな。新町。
カタカナで新町って書いて、これはもう別の地名なんでしょうね。あれで新町って呼ぶって言われたら私もう仰天ですよ。前の人は覚えますよ、うん、松阪市のね、あ、そうや、難読地名でって思う、うん、なんかほったらかしになってますね。まだ着いたよ、バス、あ、どうせ改装やった、あ、吉野家が出てきた。いや、吉野家でもいいからちょっと、あ、ラムーが出てきた。ってことはもう本当にすぐお住み駅なんだ。そうそう、あのお住み駅ね、さっきね通った時に、ラムーあるんやってね思ってたんで、あのラムーが見えてきましたよ。いや、歩いた歩いた、はあ、いや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 、毎度大きい食堂もありますけど、どうしようかな、はあ、もうちょっとある、あ、あっちにしようかな。なんか食欲があるのかないのかわからないですよね。あの歯が痛いでしょう。あの昨日の動画でね言ってましたけど、あのちょっと口の上がね、歯茎のところを思いっきりちょっと怪我しちゃいましたね、今ちょっと痛み止めを飲みながらのね、撮影になっておるんで、いつにも増してないちょっと滑舌悪くなっちゃってますけど、弁当屋さんは閉まってますね。なんかおいし、もしかしてなんか美味しそうな弁当売ってそうですけど、あ、ここの大桑も24時間営業なんだ。便利ですね。これでもうお墨の駅前と、結局気が付いたらこれ一駅分プラスアルファ丸されてますよね。これは結構な距離歩きましたね。疲れた。とりあえずお墨駅行っちゃいましょうか。まあラムーありますよ。ラムーはね比較的もう、ふう、ふう、ニヤニヤすると思ったらこれ押さなあかんか、押さな今結構長いこと待ってたんですけどね、変わらないと思ったらあれですね、押しボタン式でしたね、ここ、まあ初めてのとこだと思います。いや待って、電車来ちゃう、どっち、五瀬方面なら俺いいんだけど、ああよかった五瀬方面だ、じゃあ折り返してきてやって乗りゃいいから、反対方向だとね、今のこの、押しボタン押し忘れが致命傷になるところでしたけど、幸い大丈夫そうです。電車が入ってきますけどね、反対方向だ、五瀬方面だ、だったら何も急いで乗る必要はありません、ゆっくりと雨になったのを待って渡ってしまえば、あれがまた折り返してきてね、こっち気になるんでしょうけど、まあ週末スイーパス内で乗れたら乗れたら、ね、そのままずっと座ってればいいんで楽なんですけど、あ、ビッグドンキーもあるんだ、はあ、
りあえず釈堂方面に戻りましょう。で高田市駅から、大和宝までをまた歩いてみようかなと思ってたんやけど疲れたな。もう歩くのめんどくせえな。どうしよう。あということで、おしめ駅。相変わらず、やっぱこれは読みにくいですね。大事です。ララポートも走ってますね。おしめも通るのか、八木から行ったピンク色の線。複雑ですよね。何でね。この辺りで、ね、橿原神宮、大和八木ってね、大和高田でとかってなってますけど ね。このこっそりとね、嫌がりますからね。この間に新宮駅がね、大台川とこの新宮やったら絶対大台川の近いはずなんですけどね。いやー、でこれが新宮駅。まさかすぐに来ると思ってませんでしたけど、ポストは向こう側にあったんですよ。まあまあいつより折り返してくるはずですからね。観光案内マップありましたね、まあ、見たところでそこに行かないからあんま意味がないやろと言われそうですけど、それは全くその通りで、はい。まあ待ってましょうか。結局今回も使わずじまいね。そうですね、こいつ道具へ。なかなかタイミングがやっぱシーズン、このシーズンに見た方が良さそうですね。あ、バスが来たのか。大和高田駅。これは高田市じゃなくて山の高田の方まで来ちゃうんですね。ちょうど山の高田と間もね、それよりつくんでしょう。44編成まで対応してるんですね。